浅草線ご利用くださいましてありがとうございました。まもなく仙岳寺に到着いたします。仙岳寺の次は品川に停まります。停車駅にご注意ください。
際はドアが閉まってすぐの発射ではないですけどね。これは安全意識が高いからだとも言えそうです。そういえば軽戦車でここまで来たのは初めてです。北総線に乗って羽田空港まで行ったことはあるんですが、その時は千葉ニュータウン鉄道の電車でした。もっとかまた以降乗り入れ増えてほしいです。せっかく120キロ運転とかできるので日中とかに見てみたいものです。また別の話ですけど、今日旧品川駅が地上駅になる代わりに2面4線の廃線になるとか言ってるんですが、さすがに無理があるとは思うんですよね。移すとしても線形変えないといけないと思いますし、何より今通ってる気流カープを何とかしないといけませんし、課題しかないですよね。どうするのか期待が高まります。青森横丁駅に到着です。蒲田まではエアポート急行と変わらないので詳しくは言わなくていいですかね。夕方ラッシュということもあってかなりの人が乗ってて苦しいですね。ここら辺りとか降りて行く人が多いと思ってたら意外におりません。むしろ乗ってくる乗ってくる。違ってスピードはそんなに速くはないです。それもそのはず、特急は普通でも110キロまでしかスピードを出さない。なので快特みたいなぎっくり運行はしない。そもそも特急は朝と夜しか運行されないので問題はないですかね。なぜ京成車両は先に特急運用して最後に快特運用するんでしょうかね。少し謎です。Thank you.